全力少女 R は芸能プロダクションシャイニングウィル所属の日本の女性アイドルグループ。RU、ランと流星群少女が合体してできたアイドルグループである。本校では合体する前の RU、ランと流星群少女の活動についても述べる。全力少女 R は RU、ランと九州で活動していた流星群少女が合体したアイドルグループである。 2016年3月26日に合体し、同年4月23日にデビューすることが発表された。全力少女 R の活動拠点は、東京で、流星群少女のメンバーもシャイニングウィルに移籍するため、事実上 RU、ランが流星群少女を吸収する形となる。ライブアイドルとしての活動を軸に、グラビアや舞台、 東京ラーメンショーのスペシャルサポーターを務める東滝にわたって活動を行っている。2016年4月23日、全力少女 R としての活動をスタートした。2017年5月6日、武道館アイドル博2017に出演。2017年7月2日、山下春日が卒業。2017年7月2日にメンバー候補生として、 ナルセミカが同月8日に加入、柳川宮が同月9日に加入することが発表された。2018年12月31日、講述する研修生グループの全力少女からナルセミカが昇格。2019年9月29日、四谷ロータスで行われた岡崎エリナ生誕祭で、岡崎エリナとなるセミナツの2020年1月下旬での卒業を発表。 2021年7月1日、同年9月23日をもって、全力少女 R を解散することを発表した。桃川遥香を除く佐藤エリ香、皇室、リカ、広川カノン、マイカの4人は、解散と同時に所属事務所を退所する。2021年9月23日、白金高菜は SELENEB2 における、ラストライブをもって5年5ヶ月の活動を終えた。 全力少女 R の研修生グループ、数名のメンバーが本体のライブに参加する以外に単独で出演することもあった。2018年12月31日に、ナルセミカが全力少女 R に昇格。残った5人は2019年2月14日にグリッターピースとして別個のアイドルグループとなった。2019年4月25日に、立花のおつばが加入。 2021年4月4日のラストライブをもってグリッターピースは活動を終えたシングルアルバム青春、自然、全力愛に真正面から立ち向かうアイドルという活動方針を掲げ2015年4月13日からルリアンの名前で活動をスタートさせたがすでにスターダストプロモーション所属のガールズバンドにレディエンが存在していて紛らわしかったため4月18日に RU、ランに改名。公式ブログも ID が異なる。別のものが、新たに作られた。全身である解決。トロピカルマルの曲を歌うこともある。2016年3月26日に、流星群少女と合体し、全力少女 R として、活動をスタートさせた。シングル熱々ピンポン少恋愛四重層アツアピンポン少恋愛四重層アツアピンポン少シ,シ,シャイニングスカイアツ ピンポンショーシャイニングスカイラジオ流星群少女は福岡県をメインに活動していたローカルアイドルグループである。2012年福岡でアイドルプロジェクト KNEXT が立ち上がりオーディションを経て12月に始動。その中から選ばれたメンバー9名により2013年2月に結成された。その際銀河国際連盟から派遣された少女によるアイドルグループで 未確認のヤバい奴らを探すことを目的に作られたという設定が設けられた。その後は他のアイドルグループの共演を果たしながら福岡をメインに活動。5月にデビューシングル放課後、胸キュンスター、10月にはセカンドシングルチャーリーを探せをリリース。チャーリーを探せ,をリリーーを探せはオリコンシングルチャートで週間31位を獲得した。 2014年3月に1枚目のアルバム、デルクインは打たれるをリリース。だが、その直後在籍していた8名中、ヒロの美咲を除く7名が、契約解除により脱退、活動休止となった。前述の設定を出し、任務が完了したためとされたが、メンバーのインタビューによると、以前から活動をやめたいと思うメンバーが出てきて、そこから、グループの空気が悪くなり、 運営との関係も悪化したとのこと。その後7月に改めて新メンバー7名を選び、再結成。8月には3枚目のシングル、先行ライダーをリリースした。2016年3月26日実施のライブイベント、ロコドルモーションバージョン3人福岡のステージ上にて、シャイニングウィル所属のアイドルグループ、RU、ラントが対し、新グループ、全力少女、R として、 同年4月23日にデビューすることが発表された。全力少女 R の活動拠点は東京でメンバーも全員シャイニングビールに移籍するため、事実上 RU、ランが流星群少女を吸収する形となる。合体発表により、流星群少女は第1期、第2期合わせて約3年間の活動を終えた。活動終了時のメンバー元メンバーシングル。 ありがとうございます。